俳句は各季節の特色や美しさ、寂しさなどを短い形式で効果的に表現しています。短い言葉の中に深い感受性や風情を詰め込むことが求められます。演題は熟詞書きです。この俳句を詠嘆してみてください。熟詞書き、四つ切りカット、蜀の秋。熟詞書き、四つ切りカット、蜀の秋。秋の深まりとともに、果物屋の店頭は鮮やかなオレンジ色の柿で彩られる。熟れた柿の甘い香りが漂い、手に取るとその柔らかさが伝わってくる。家に帰り、ナイフで四つに切り分ける。果肉はジューシーで、口の中でとろけるよう。夕日が窓辺に差し込む中、その一切れを口に運び、秋の深い味わいとともに、季節の移ろいを感じる瞬間。蜀の秋、その醍醐味を堪能する時である。ご視聴ありがとうございました。